ミュージマン、手つなごう。うわ、なんでお前こんなに汗かいてんの？気持ち悪い。ごめんなさい。高校生の頃、みんなが勉強や恋愛に悩んでいる時に私は汗に悩んでいた。はぁ、やだなぁ。千鶴、テスト前の予習しなくて大丈夫？うん、勉強してきたから。あ、来た。はい、テストを始めます。あー、やばい。止まれ止まれ止まれ。ペンを握った手から汗が垂れて、テスト用紙が濡れることなんて日常茶飯事だった。私は多汗症だ。手や足の裏、脇、顔などに日常生活に支障をきたす量の汗が出るのが多汗症だ。症状も軽度のものは手が軽く湿る程度だが、私みたいに重度になると手のひらから汗が滴り落ちる。ん？あれ？またか。汗で指紋認証が機能しないこともよくあった。どうしたの？ううん、なんでもない。それじゃまたね。うん、バイバイ。ん？すいません、あの改札口が通れないんですけど。切符を水に落とされましたか？あ、はい。まあだからですね、こちらからお通りください。はい、ありがとうございます。別に暑くもないのになんで私だけ。こんな多汗症患者が日本に300万人もいる。地図は将来の夢ってあるの？私はなんもないや。私は美容師になりたいかなって。え、いいなあ、夢があって。でも迷ってるの。うん、どうして？私多汗症だから。もったいないよ。うん、だから悩み中。地図も私と同じだね。一緒にすんなよ。言って。私はもうこれ以上この汗のせいで人生の選択を変えたくなかった。そんな時に多汗症を治す手術を見つけた。 ETS 手術？ ETS 手術は汗を出す交感神経を切除する手術だ。この手術で確かに手や足に汗をかかなくなるけど、その代わりに背中や太もも、お尻に大量の汗をかく代償性発汗というリスクがある。そんなに難しいんだ、この汗を止めるの。多汗症は手術で簡単に治せるものではなかった。いらっしゃいませ。1年後、私はコンビニでバイトを始めた。と言っても美容師を諦めたわけではない。専門学校に通いながら残った時間でバイトをする。人前で汗をかかないように慣れておきたいからだ。ありがとうございました。レシートが濡れてたまに嫌な顔をされることもあるけど、ハンカチと愛嬌を持っていればなんとかなるもんだ。それに、お待たせ。うん、行こっか。うん。ねえ、手つながない？え、あ、ごめん、嫌だった？違うの。ん？私手汗すごいから。知ってるよ。うん、ハンカチ持ってきたし、それにさ、うん？俺乾燥肌だからちょうどいいわ。何それ。理解してくれる人も増えてきた。終わり。また来てね。